お疲れ様スロットです。今日はですねこちらコカツちゃんやっていきます。さあで今日のコカツは、まあ、少し珍しいかな、ゴースいうのが入ってるコカツですね。はい、まあ、ここ最近というか、まあ、本当クラロは一生この2枚強いんですよ。もうずっとですね8年ぐらいか、はい、ゴースというのが正直弱かった時代というのが存在しない。はい、まあ、今のはペッカとかメガナイドとか、まあドリルとかなんだろうね、本当に何でも入ってくるこのゴースというのね、入りの強固活をやっていきます。そしてタワーは、ダガーですね。はい、なんかダガーガールも正直今一番強いと思ってます。はい、タワーの中で順番的にはまあダガープリン、ダガーじゃねえわ、誰これブラスターです。はい、ごめんなさい、一番強いのはブラスターだと思ってます。ブラスターと次にプリンで、まあ、最後ダガーかなっていう感じですね。まあ言うならこういうね、まあ、走らせて、遊ぶこともできますよと。でゴーストはね、あの範囲攻撃、まあ、優秀なんで、もしなんかゴーストの本当に適当に何のデッキにでも入れとけば優秀かなっていう気はしてます。腐ることがないですね。ゴーストのだけで攻めもできるし守ることもできますよと。でこういうのはよいしょ歩かせてコストウッドね使わしましたよと。ウッド使いました、言ってもいいな結構。まあギャングとかでもいいか。なんかもうほんとこのデッキはね1倍タイムに攻めまくって、まあ、2倍タイム3倍はまあ雰囲気で適当に1倍なんかもうほんと攻めすぎだろぐらいねいきます。ついてこれないんでね相手が。はい、これだけで刺さります。常にアド取ってる。2コス3コスでプレッシャー与えて相手に3コス4コスとか使わして常にね自分のターン1枚タイムにこれやるだけで、はい、なんとかなります。ちょっと怖いなこれ。ゴーストたまにサボるんでね、働いてるフリだけは得意やね。これなんか進化バレルまで行っちゃいたい気もあるが、まあバルキリー待ってもいいか。バルキリーが来ます。言うので受けおーみたいなね。相手も枯渇か。でもなんかほんと最近はね普通のテスラ入りとか、まあ、なんだなインフェの枯渇とかよりもほんともう攻めまくってブラスターで回収みたいな、ダガーガールで回収みたいな枯渇がね流行ってるイメージあります。まあ、飛ばしとくか。まあ、でうい言うのこれ強すぎる。大きいか、視力もいい。でオールブレーカーで攻めることもできますし、まあ、バレウッドねオールブレーカーに使ったらみたいな攻めもできちゃいますし、足前プリンもあるしみたいな本当にいや強すぎんだよな、なんか最近のこういうデッキついてこれない。なんか理論上不可能な。めっちゃ強いです。はい。もう一枚ゴーストで攻め、ユーノで攻め、ウォールブレーカーで攻め、ギャングで攻め、8枚プリンで攻め、バレルで攻めみたいな。この無限に攻めとくと、相手マジ何もできないですね。まあ無視するぐらいかな。無視してゴルダクネ組んでくるとか。まあでも言うて2-1で勝つっていうのが理想かなと思います。いってらっしゃい。マジで攻めしか考えてないです。それが強いんでね。さあペッカっぽいな、ザップだったんで。ってことはよ、最近のペッカボイドザップとかなんで、もう攻めたら勝ちみたいな。正直、まあ、単品バレルも強いんですけどね、なんか U のバレルとか、まあ、U のウォールブレーカーとかターゲット取ってるプラスのが強いんでね、悩ましいがやな目でした。やざね。いや、もう。攻めだけでいいんですよ。いや、もうなんか悩んだな。まあ、プレッシャー与えますか。本当に。これでコスト咲かして、あれは適当に回収して、みたいなね。進化バレルの時に、まあ、両サイド攻め一気にかましちゃいたいな。
強すぎんこれなんか相手してんだるいだろうな、一生くるやんつって。まあこれ真ん中ギャングで両サイ受けたりするっていう。え、いやブラスター強すぎる。さあ進化オールブレイカーもあります。何でもあるぞこれ。悩むな、ちょっと手札が良すぎて悩む。いやーこれね、あんま多分まともに守るの難しいんですよね正面から。わあガン虫か。わあ偉いっすね、それに関しては。で穴目持たれてたんで、まあ守るのちょっと難しいか。いやまあでも耐えれそう。いやでもこれ耐えれんのはもうブラスターのおかげっすね。ブラスターが強すぎるがゆえにこうなります。いらんか、やべ、いきますか。これ楽しい時間は今から。ウォールブレイクまでいっちゃってね。いやーこれマジで防衛むずすぎん無理ゲーだよなこれ。いやこれがね強すぎる。進化バレルが最近の何ダガーがいないプリンセスブラスター環境に単純に強いっていうね。タワー変わるだけでそんな評価変わるんかよっていう話ではあるが、さあこれもブラスターだからね、単品系のペッカとかまあジャイとかそういうの簡単に溜まります。いやもう強すぎる。え、何これなんこれ、メダルゲーム始まったぞ。回収、まあなんかもらえるらしいですね、ラッキー。やば、呪われた666や。よろしく、もう1倍は納金。トルネだけ嫌だな。何なんだろう。あ、てかこれあれだ、ボンバーでしばけ、ブラスターでしばけんだ。やべ、微妙な。ラバかね。いやでもきつそう、なんかもう相性良さそうすぎてどうしようって話。あのバルキリーはウォールブレイカーで守ります、守りながら攻めます。でバルーンとかももうブラスター吹き矢で意外と止まるんで、あのボンバーとかに U の走らしたりねしたいっすよね。まあナイトバルキリーミニペッカとかはこれで節約して、まあ一発やりこぶが間に合えば入らなかったが、でも柳目使いましたよねあなたっていう話なんで、もうこれで勝ちっすなんかかわいそうすぎないか相手、マジすごいな。もうフルぶっぱ攻めデッキ、攻めに関して異常に強くないか。気持ちいいねプリンちゃん。おい、さあこんな感じでもう攻めまくんのが強いです、はい、守りはもうブラスターに全マクセスですね。もう最近の小勝はほんともうこんなんばっかっすね、はい。あーでこれダガーとか地味に嫌だな、そのウォールブレイカー。いやねバレル単品で飛ばすとまあそんな刺さんない、まあバレルはやや刺さるか。さあまあでも端前からちょっかいで、まあこういうのでウォールブレイカー悩むな。結局プリンセスタワーじゃない方がいいみたいなね。よいしょ、まあペッカっぽいな。まあ、ダガーも地味にいるが、LSP。まあ、オールブレイカー進化もあるんで、まあ、最悪防衛に使ってもいいか。これが入らないのは痛いけどね。おー、ケア、偉いね。はい。じゃあ逆行く。まあ、進化バレルなんで、まあ、結構両サイでもいい気がする。まあ、オールブレイカー釣りあったら楽だったけど、ないんで。寝てる間にバレル飛ばしてもよかったな。
いやまあペッカーはね、まあ、最近流行ってるんですけど、まあ、そのペッカーをしばけんだよなブラスターって。うん、だからいいんだよな。我々からのウォールブレーカーとかも相手にウッドがない状況とかだったら強そう。あでもダガーダガー強っ、やりすぎだろ。まあ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 これ相手も進化工場貯めてるかもっすね。絶妙に、でも早くね、進化バレル回りました。そして進化ウォルブレーカーも回ったんで、相手これペッカラミや。いやマジ攻めたいけどさ、いやちょっと美味しいそれ。一回守っちゃったりもあったりするか。でこれどうせブラスターそれでしばけんだよ。てかもう片サイドでもいい、このやめてゴースト、うえちょっと軽くたけんだよな進化ウォールブレーカーね。おい後ろに下げろ。まあそうすれば弾かれるがさすがに止まるよねと。もう一回後ろに下げちゃったりもね、できちゃったりもしますね。いやウォールブレーカー便利なんですよこいつ。攻めも強いのにね、守りでもなんか誘導できちゃうから、ほんと一時期下方しろって思ってましたけど、まあギリ許される性能か、強すぎるぐらいね。まあしかもおもろいんでね、なんかこのなんだろうな、もう攻めるだけでいいし、なんか相手がどんどん苦しそうになっていく感じがね、俺はめっちゃ好きですね。よいしょ、攻めてるだけでいいから、守りはあんましなくていいんでね、ずっと自分のペース握れたら。まあさすがユニット出してゴーストがタケ取ってくれる。あーそのドルネうまいな、禁忌されたっすね。禁忌とか嫌だな。まあでもこの U の相手はね無視できないし、この吹き矢もちょっと痛いしみたいなね。さあ確実にダメージをね。なんだこれボーラー縦線取るねか、わかんねえな。さあまさかのねスケラです。フリーズね、おまずい、やばい、いやでも入ります。で U のまで行っちゃおうかな。そしたらユーノの受けもいるし、この右のプリンセスの受けもいりますよと。多分プリン残れると思うんだよな。痛いね。マシュマイプリンこっちにしちゃうのもうざかったりしない？お願い真ん中でなんか両サイ受けれるユニットじゃなければ幸せです。さい。うまいそれ。でもどう考えても相手コストないんですよ。だから、いや、これなんか違ったな。なんか違ったな。もう、なんかもったいないな。単品になっちゃってもったいない気もするが、アドがものすごく大体は全無視をせざるを得ない。よし。いや、好きなフリーズかな。嫌ではあるが、相手このプリンとかさ、そういうのも嫌だと思うんだよね。守んのむず。攻めちゃおうかな。ほらやばい、ギャングが残ってはいる。275ね、275チャッチ落としたいよ。まあでもどっちか落ちたらいいんだな俺は。一旦攻めて、いやいいボーラーや。いやプリンも残る。いやこのプリン残るのちょっと強いんだよな。しかも一応スキラに対してはね吹き上がるんで、で上は上で止めて、相手はねこの
ウォールブレイカーも守んなきゃいけないし、このゴブリンバレルも守んなきゃいけないし、フキアも残ってくるし、さあどんどん苦しくなってくるよ。でこのプリンとかも延命しちゃってね、おい、ついてこれないんですよね。まあブラスターなんでスケラーは一番足りたくはないんですけど、まあ、フキア、ゴーストギャング、あとプリンと、あとウッドね、その辺で守りながら、まあその間に攻めちゃえばいいんで、もう言ったら全カード攻めれるんですよね。それがやばい。7枚攻めのデッキですね、ウッド以外。正直さあスパーキーか、まあジャイプリ高回転みたいな感じかな。まあこれボンバーとかもね、正直あのブラスターで無視できるんで、8枚プリンでもよかった。じゃあこのプリンスとかメガゴカフェにもあるか、あそれまずいな。え、なんか超優秀な吹き矢がいる。あ、ファイボレージね。いやーまあレージ落とす。いやーいい、ファイボレージなんで普通に相性自体は悪くないですね。よしよし、でこのメガゴも無視できるね。はい、攻め毒です。殴んなよ、無理じゃねえぞ。おい、殴んなっつったろ、痛いね。いやーまあファイボレージ、レイジの進化ボンバードリームぐらいかな、負け筋的なのは。多分プリンスもいるんですよね。進化オールブレイカーは強そう。あのナイトをやれんなら U の走らすが、やれなさそうか。 U のオールブレイカー強そうだけどな、ファイブってきそうな。そんなん知らん、行く。やばすぎんだなこの攻め、マジで強い。これがいやー、このペースウッドグレード終わんねえかな、終わんなそう。いやー、キンキ狙ってよかったなー。ちょっとブラスターが優秀すぎた。攻めの手は緩めないってか言ってるとマジで怖いんで、これマジでやばくね。これや、待って、ミスった。いいの走らせたかったが、まずっ。お願い、オールブレイカー入ってください。お願いします、お願いします。捨てるか、正直右さえ耐えれば間に合うのかな。お、間に合うね。おい、あぶねー。あぶねー。いや怖いなー、なんかね、形変わるときはマジで唯一怖いぐらいか。まあでも2-1っすね。本当にタワー2本折るのを最初から心に誓っておけばなんとかなるイメージはあります。はい、コウモリ。さあ相手はダガがあるね、めっちゃ来るやん。え、何これ、スケバレコウモリね。まあちょっとやだね。よし、あー、まあメガナイト枯渇的な。いやこれプリンセス結構価値高いな俺、必要。延命しなきゃいけないかもしんない。いやープリンセス価値高いっすねこれは。ちょっと違う、うんぬらい。相手のコウモリ、まあ、小物系にねちょっとプリンが必要ではある。まあここにウッド使うとスケバレがあんのか。なんかウィザードもいたっすね。うん、いやこれブラスター
じゃねえわ、ダガーガールなのがちょっとだけ戦いにくいな。いや、でけえ。いや、待って。働いてるふり、プリン。コウモリマジでまずい。コウモリとギャング、きつすぎんだけど。さすがに言っとくか。でも相手多分呪文ザップだけなんだよな、今んとこ。なので、俺がこのプリンセスやフィキアを延命すれば勝てます。単純に。単体オールブレイカーいけないのはしょぼすぎるな。言うのいいね。でいきます。でギャング読みの位置打って転がして、まあ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 許せるでしょう。まあ、バレルで頑張るか。でもね、オールブレイカーは無能です。まあ、耐えですよね。いや、マジプリンセスと吹き上げすぎる。え、ちょうど陸がないなんて。俺が今陸受けを把握していたと。そんなことはないんですが、最後におもろいのはね、こういう状況は絶対左を本気で守ってくるから右が刺さるんですよね。進化バレルあるあるですね。オーケー。いや、マジだが戦いにいまあタワーがね、ダガガルじゃなければもう一枚タイムに、はい、分からせましょうか。ぶっぱしまくってね、これ。まあ、オールブレイカーはなんかと一緒にね、多分ロイジャイ、まあ、これにはウッドを使ってもらってスピリットでゴーストを起こしたりしないと。した足前プレーンで削って、スケーが今ないのか。あー、取るか。吹き矢供養とかでもいいな。で、なんかこういう相手にはね、ユーノプラスのオールブレイカーが強かったりしますね。こういう相手というか、まあ普通に、やべ、変なチコすぎた。いや、でもウッド使ってくれたんで、これ許せるな。これロイ来たもゴーストでウィザードでからのギャングでしばけるんで、でここちょっとチャンスじゃね。で絶対起こしてくる。え、でかい、バカエルだあれ。ふふふふ、さ、ゴーストも入って、いや、吹き矢供養めっちゃ強いなこれ。その相手のタワー1000しかねえ。逆戦も1600ね。いや、1枚タイムというか、ブラスター最近めっちゃいるんですけど、まあそれに対してすげえ強いんですよね、枯渇デッキ。まあだから枯渇が流行ってるわけでもないが、まあ一定数いるっていう感じでもあるんですけど。いいの全然しない。やばい、待って。ちょっと俺ねえのさ、無能すぎん。そんな走んないことあるっていうぐらい走んなかったんだけど。やばい、ずれた、間に合い。うー、いや、でもいい、でもいい、よし、266ね。やばい、最悪だわ。言うな、走っとけよ、絶対来るやろ。よし、まあさすがに左を確実に守ってきますよと。いやー、まだこっからでさえもちょっと嫌だな。
怪しい吹き矢で割るか。ちょ、マジでまずいか。ウッド使え。よしよし。やっぱ守れるっす今。攻めちゃおう。ふうちこんにちは。いや止まんなくね。しゃうまいってか待ってキングがこえーさあ、まあ、もうお互い止まんないんだよ。攻めまくるのが最強です。さあ、というわけで攻めまくりね、高回転骨一気も皆さん使ってみてください。よければちゃんと今後も押しとすと押したのでいい。